11時10分です300万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションしてお送りするアメリカンエクスプレスピックワ1今日は香港金融界と中国本土の IT 企業相性抜群な理由とはという記事から未来を読み解くヒントを探っていきましょう。解説いただくのは 香港で銀行サービスや資産運用管理を行っている金融機関、日本ウェルス銀行でチーフインベストメントオフィサーをされている長谷川健一さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。どうぞよろしくお願いします、えー。まずピックしていただいたのは長谷川さん自身が執筆された記事なんですが、記事には香港で仮想銀行バーチャルバンクが認可される見通しで、<ー>まあ香港当局がフィンテック、まあ金融とテクノロジーですよね、ファイナンシャルとテクノロジーのフィンテックのハブになろうとしているという戦略がレポートされているんですが。 えー、香港の金融市場、もともと金融の、ね、場所としても知られていますが、はい、あの今勢いいいんですか、えーまあ、やはりあのアジアで今、ナンバーワンの金融の街として、活況を呈しています、はいはい、そしてここにきてあの、フィンテックに、まあ、注力しようという勢いがそれは、まあまあ、中国、独立行政府ではあるとはいっても、はいえと、中国の一部として、どういうその香港は今、えーまあ、シンガポールなんかもある中で立ち位置なんですか。 あのやはり中国の一部ではあるんですけれども金融機能という意味では中国の中には香港以外にやっぱりないんですね、うん、国際金融の街として、まあ、上海を挙げる方もいらっしゃいますけれども、はい、上海はやっぱりあの資本規制があったりですね金融が成立しない街ですので、うん、やっぱりその香港というのがやっぱり中国にとっても非常に重要になってきている、ね、ということですあのー 川さんのように日本人としてそちらに行ってもすごく仕事はしやすいですね、やはりあの金融だけではなくて、もともとイギリスが作ったベースがあって、うん、その上に経済活動ができますので、はい、まあ予見可能性が非常に高いと。 やっぱりやりやすいところだと思いますうそこでこう最新の金融市場が今、展開されようとしているということですね。そうですね日本ではあのこういう新しい技術、特にブロックチェーンというと仮想通貨のイメージが強すぎて、はい、なんかこう終わってしまったような感があるんですけれども、うん、世界の金融ではやっぱり実用に向けて、この急速にブロックチェーンの取り込みっていうのは進んできているんですね。はいはい、でこういった開発で、これからあの金融のサービスっていうのは大きく変わると。 いう予想がありますね。どう生活が変わるのか気になるところですけどね。仮想通貨で使われているイメージのブロックチェーン、これはそれを使って何ができるようになるんですか。はい。あの例えば物の売り買いだと商品を渡す対価としてお金を払いますよね。お金を払うものをもら、はいはい、います。はい、でこうやってあの契約行為っていうのはすべてこうこうつながっていくと。 はい、一つの行為ががにっていきますでもそれをこういうあのブロックチェーンの技術を使って自動化するとそしてさらに安全性を高めると、はい、いうことをやっていくとあの足跡を残していくんですよねウェブ上にね、はい、そういうこともできると、はい、そうするとその今まで、まあ、あのマニュアルで全部紙でやってたような取引これがですね電子化されてしかも安全になるわけですから、うん、すごくそのまあその取引の そのスムーズさと、迅速さも増すと、いうことなんですね。はいうん、あの、まあ、われその電子マネーとかも、今使い始めて、日本もね、ちょっと、狂わせながら、電子マネー使うようになってきてますけど。はい、えっと、実際に、その、日々の生活としてとか、そのお金を、例えば、今銀行に預けるとかってことをしてますけどこ。こういうこと自体も含めて、どういうふうに変わっていくんですかね。あの、まあ、この、どういうふうに変わっていくかっていうの、これから、まあ。 今すぐに全部言うのは難しいんですけれども、うん、例えばそのさっきの契約の話で言うとその企業間の貿易決済のシステムというのはもう、はい、あのこのブロックチェーンを使って実際に実用化されたりしていると香港とかシンガポールの中央銀行も含めてもうそういうことが始まったりしていますそれから個人の方ですと例えば銀行口座を開設するという時に今はいろんな証明書を持っていかなきゃいけないところがこれが電子化されてその自分のキーだけ渡せば 例えば口座解析されたりできてしまうとしかもどこの国に行ってもそれができるなるほど信頼がそこでも得られてるってことですもんね、はい、そうすると、まあ、すごく利便性が高まるんですねなるほどね、はい、あのー、さらにこうどうなんでしょう,こう仮想通貨まあねなんかを持って、えー、取引が進んでいくと投資の仕方とかも変わってくるそうですね例えばまあ,あの ICO ですねイニシャルコインオファリングというのもありますけれども、はい、今はなんとなくこうアンダーグラウンド なイメージが強いんですけれども、まあうん、基本対価が高かったりとかしてなかなか普通の人は手出せないものも多いですけどねでももともとこれあの仮想通貨で払い込むという仕組みになってますのでそれが実は安全なものにできる可能性があるとでそれが保全される仕組みがきちっと整っていけば、まあ、実は IPO よりも ICO の方が楽だということも多いんですね。うん 今までは株式を買う、はい、それを、えー、企業発行したコインを買うそれも仮想通貨で、まあ、例えばビットコインで例えばテリーコインを買うテリーが会社を作ってテリーコインを買うと <laughs>、はい、テリーという会社が、えー、大きくなればテリーコインの価値が上がるこういうことで投資のまたあの見返りが生まれるというこの、はい、コインをあの発行することによって投資してもらうという方が簡単になる。 そうですねでそう、そういうものが意外に世の中に早く受けられる可能性というのもやっぱり出てくると、うん、やっぱりその技術革新というのを今、すごく期待できるところに来てるんじゃないかなと思います、はい、やっぱりその香港を通じて中国がイニシアチブを握ろうとしてるとということですかいやまあ中国がというよりは、これは香港独自の動き、やっぱり金融としての蓄積が大きいので。 金融に関してはまあ香港が独自に動いてきてるという感じは私はしていますやっぱりハブになっていきそうなんですか、今後もそうですね、やはりあの、まあ、今でも金融アジアで一番の金融投資ですし、はい、まあそれに甘んじず、やっぱりこういったものをいち早く取り入れようとしてきてると、これやっぱりあの日本もぜひ注目していただきたいなというふうに思います、ねえー、日本はどうなんですかその、追随するだけになっちゃうんですか。 いや日本も実はあの仮想通貨では少し進んでいるところがありますのでぜひその仮想通貨に限らず、うん、こういうブロックチェーンのところもですねやっぱりあの技術はしっかり持ってますので、えー、そういったところでやっぱり伸ばしていくという競争していくということは大事だと思います、うん、ちょっと今の,そのテクニカルな話とかその金融に関わってる方の話が中心だと思うんですけど、はい、我々一般の,その、えー、ユーザーとしてどういうふうにこうなんだろうな、えー、こうマインドセットするのがいいんですか 市民、うん、の生活から、例えばその仮想通貨を積極的に導入してみるとか、はい、えっと電子マネーを積極的に利用するとか、はい、なんかわれわれとしてこうどう変化をこう受け入れていくべきですかまあユーザー側はやはりあのあの安全で便利なものをどんどん使っていただければ、それでいいと思うんですけれども仮想通貨も実は外国送金とかに使うんだったら、ものすごい手数料も低いし、便利じゃないですか。はいはい、そうですね、えー、はい そういったところから、まあ、な,んかなんとなく仮想通貨だとね、はい、なんか実態がないから怖いみたいなイメージもありますけど、はいまあ、もちろんあの信頼性をおけるものを選んでいただいて、まあ、使っていただくということはもちろんこれ自己責任に残念ながら今はなってしまうのであれなんですが、はい、まあそういう目を養っていっていただければなというふうに思いますなるほどさあ果たして日本は香港に通随じるだけなのかそれとも日本独自のシステム、まあ、仮想通貨とかもあるところでブロックチェーンもっと利用して、えーこうね、香港に追いつく追い越すこういう感覚でいいんですか。 そうですね香港ももちろん、あのまだまだ,まだステあのアーリーステージだと思いますので、うんまあ、本当にその競争が始まったところと、うん、いうところだと思います。お金とかの考え方って、ガラッとやっぱ変わるんですかねえあの、ずいぶん変わっていくと思いますね。われわれはそれが逆にチャンスだと思ってます。教科書で習うことも数十年後は違うかもしれませんね。<ー>全くく違ってくると思います、ね、その昔は ねえみたいなあの我々がの石のこうね丸いコインで石器時代こう交換してたみたいな感覚で今の感覚を将来の人たちは言うかもしれないってことですよね。えー、例えば中国に行ったらもう紙幣ってあまり使えないんですよね。ほとんど今ねあのウイチャット、ウイ、ね、ペイとかウイチャットペイとかアリペイとかですよね。要するに QR コードを出してって、はいそうです。日本も実は2020年に向けてソフにしてようと今なんか政府主導でやろうとしてますが。はい、はい。ですから。 その少し前まで当たり前だったものがそうではなくなっていくという可能性は高いと思います、うん、多分あれなんだろうね10年後とかに千冊の肖像って誰だっけわ野口英世、夏目漱石じゃないみたいな <laughs> あるかもしれあ両方当たりですけどねあの <laughs> みたいな方になるかもしれませんねはい、長谷川さんありがとうございましたありがとうございました気になった方は詳しくはニュースピックスのサイトにある長谷川健一さんのページをチェックしてくださいアメリカンエキスプレスピックワンでした